トリヤッチは、ロシア連邦、サマラ州の都市。人口は69万7440人。ボルガ川に臨み、クイビシェフ人造湖の南端に位置する。モスクワから南東に約 1000km、州都サマーラから北西に 55km。1737年に、バシーリータチシェフによって要塞が建設され、スタブロポリと名付けられた。町は、 北カフカースのスタブロポリと区別して、スタブロポリなボルゲと呼ばれた。1950年代のクイビシェフラムの建設に、伴い、元からあった町は水没し、新しい場所に、町が移動された。1964年、同年に死去したイタリア共産党書記長パルミーロ、トリアッティを記念して、トリアッチに改称。1 9 6六年には、イタリアのフィアット社の協力のもと、 ボルガ自動車工場が設立された。アフトバースは現在ロシア最大の自動車メーカーであり、ラーダブランドで自動車の製造、販売を行っている。2007年10月31日にバスの爆破テロが起き、8人が死亡、50人以上が負傷した。ありがとうございます。